サラボージーは、南インドのタミル地方、タンジャーブールマラーター王国の君主、セルフォージーとも呼ばれる。1712年、兄のシャーフージーが死亡あるいは退位したことにより、その王位を継承した。1720年、ラームナードのパーライアッカーラルで、後継者争いからマラバ継承戦争が勃発すると、サラボージーはこれに介入し、 ビジャやラグナータセイトパティに味方した。だが、同年にサラボージーの味方したビジャやラグナータセイトパティは、戦いに敗れて死亡した。1728年、サラボージーは、タンジャーブール城で死亡した。息子のシャーフジーは非着出士だったため、弟のトゥッコージーがその王位を継承した。サラボージーの知性は、文学が多く作成されたことで知られ、 タミル語のサラボージーチャリタはその知性に作られ、彼自身もまた文人であった。また、サラボージーは信心部各慈悲深い君主としても知られ、バラモンに自らの名を冠した町、サラボージーラージャプラムを寄進している。ありがとうございます。